んでも1年と、8ヶ月、3週間前から右目の調子が悪い。右目が開かなくなっちゃって、目やみがなんかすごい。しゃっくり、おとといから、プスプス、11日から。で、ここに、ちょっと渡しますね。はい、これが今、使っていらっしゃる薬なんですね。そうですね。11、これが最初だ。バイキュー、飲み薬。はい。僕使うやつです。そアコテンガンやでね、はい、もうこれなしでこちらに変わった、はい、あ、ほんで14日やこれでさ、はい、どういう形でもらってるんですか。こんな状態のままもらったんですよね。なんかあのシロップと混ぜて、でそれにこの成分が入ってますよですね、はいそこでコピーと渡しますね。はい。で、うんちとか出てます最近。うんちは出てますね。数えたことあります。え？数えたことは。数えたことはない。あと体重は測ったことあります。体重測ってます。測ってます。130だったから。130。それは変わりないですね体重。割とずっとこんな感じです。じゃあ見させてもらいます、ね。サカサカやってますね。はい。大福ちゃん、あ、なんか右目がなんか目薬って何回してます？一日なんか3、4回ぐらい。そうやってます。一応3回ぐらいは。なかなか難しいでしょこの。あ、今なんか声が聞こえない。でも割となんかじっとしてこれるんでピッて刺して。あ、できますか？なんかやってます。135ぐらいですかね。この今のこの音が聞こえるのがいい。それが11から1の、あ、12ぐらいかな。あ、違うな。まあ、あ、でもそうですね。この辺りからね。そうですね。これくらいからずっと言ってて、なんとか呼吸する時に言ってるんじゃないのこの音。なんか寝てる時はこれがないんですけど、代わりになんかプスプス、鼻がずっとプスプス言ってるから。普通だってこんな音しないもんね。あ、でも動きは結構活発なんだ。元気そうにはしてるんですけど、なんか疲れそうだなと思って。はい、ごめんね、ちょっとさ、よいしょ。あ、でも目の開き方が違うね。ちょっと聴診するとですね、なかなかちょっと聴診しづらいんだけど、呼吸の音と心臓の音を聞くんですよ。で、呼吸の音って何でもしないのが普通ですよ。じゃあ、こう、うんうんって言ってる音が聞こえちゃうんだけど、それ以外にやっぱ呼吸の音は聞こえます。ちょっと湿ったような、湿ったような、姿勢論っていうんだけど、聴診は、あともう一個、心音に関してはちょっとうまく取れない。だから呼吸音はおかしいね、これはね。体重維持されてるわけね。はい。レントゲンとか撮ってもらってます？撮ってない。じゃあ今からちょっとレントゲンを撮らさせてもらっていいですか？はい、でレントゲンこの場で現像しますから、ちょっと時間いただきますけど、はい、高島君、ちょっと名前入れてもらって。
受付でなんかプリントもらってます？あ、はい、あ、これです。初診で料金説明ね、初診料が700円、はい、からレントゲン代が2500円、からあともレントゲン終わったらすぐちょっと酸素の部屋に入れて吸入って言って、あ、はい、自便とかでこうやってやるじゃないですか、はい、これは話はできないから部屋ごと、部屋ごと吸入と酸素をやらせてもらいますね、はい、でその間に現像すると、はい、であとねこの子もいつも食べてる主食、はい、ゴールデンハムスター専用のそのスプレット、なんか硬いやつ硬いやつね。それとあとはハムスタープラスダイエット、これも硬いやつですよね。これも硬いやつと、あとその他は人参ぐらい、なんかずっとおやつ1ヶ月ぐらい前まであげてたんですけど、この最初に目ので病院行った時に、ちょっと一旦おやつストップしてって言われて。本当おやつ何あげてたんですか？なんかあのチュールみたいなやつとか、はいはい、あのハムスター用のチュール、あ、そうそうです、はいはい、とかひまわりの種とか、ひまわりもあげてました、うん、あのハムスターミックスみたいな、その種子、種子、あのひまわりの種とか他の泡ひげ切りの種子が入っているようなプレットの、あ、そういうやつじゃなくて、もうほんとひまわりの種、ひまわりの種何個ぐらいあげてました？あ、でも毎日あげてなくて、あ、たまにね、たまに一粒あげる、あ、そんな程度ね、そんな程度です、たまに一粒、はい、でも大喜びですね、そしたら、そうですね、なんだ、ハムスター用のなんかおやつですね、チーズとか、うん、なんかお肉っぽいやつとか、ハムスター用のチーズとか乾燥肉、あ、なんかでもそういう感じので、人参は本物の人参、本物の小さくして人参好きですか？食べますね、野菜は。で買ってるのはこの子だけですね。この子だけ。だから病歴はそれまではなかったわけですね。それまではなかったです。だからこの最初3週間前に右目の調子が悪いのがスタートなんですね。はい、わかりました、はい。じゃあちょっとレントゲン取って、それで吸入しますね。はい。はい、じゃあちょっと待ちです。